藤蘭さんはランちゃん、田中よしこさんはスーちゃん、藤村美希さんはミキちゃん。田中よしこでなんでスーちゃんなの？ドリフの全員集合って大人気番組のアシスタントに選ばれるんです。あの志村けんさんは年上なんだけど、タメ口で友達みたいに喋っていたそうですね。キャンにピンクレディーをどう思うか聞いたら、普通の女の子に戻りたい。キャンディーズがここまで成長した嬉しさと、これでおしまいなんだという悲しみに、キャンディーズにオリコン1位をプレゼントするんだと、この直後にスーちゃんが亡くなってしまうんですね。私たちは一生キャンディーズだからねって言って、こんなに美しいスーちゃんを、こんなに心の綺麗なファンが送っていて、日本史上最も熱狂的に支持されたアイドルの一つであることは間違いないと思います。